ラルナカ空港ラウンジよりカーリスペラサース、小石のつぶやきホンフング。今回は旅行についての放送です。2020年2月29日ウルー年の4年に一度しかやってこないこの日に旅行に出かけてまいります。今画面に映しているんですけれども、現在時刻は0時21分です。僕が搭乗予定のフライトは LOT ポーランド航空 LO172 便ワルシャワ行きですね。出発時刻が3時50分とかなり時間に余裕があります。で、僕はなんでこんな早く来たかというと、バスが最終バスだったので、それ以上遅く来ることができなかったということで早めに到着したというわけです。ラルナカ空港のラウンジは24時間営業ですので、問題なく今回もラウンジに入れております。出発時刻までラウンジでのんびりしてまいりますが、この時間帯フライトもないので、ガラーン、受付の方、清掃スタッフの方以外僕しかいません。独占状態です。今回の旅行のテーマはマイル修行です。僕は千葉に移住してからスカイチームマイラーとして活動するのはなかなか難しいなということで、ヨーロッパ在住の友人たちとお話をしていて、エーゲ航空やオリンピック航空に乗る機会も多いので、スターアライアンス系のマイレージおよびステータスもゲットしてしまおうというふうに思うようになりました。理想的なのはスカイチームマイラーとしてジパンからスカイチーム系の航空会社をたくさん利用しまして、マイレージおよびステータスポイントを集めることなんですけれども、ジパンのラルナガ空港にはスカイチーム系の航空会社の就航便数が少ないんですよね。夏は多少あるんですが、冬季ダイヤになるともうほとんどなくなってしまいます。なのでどうしてもジパンを一旦離れる便の予約が必要になってくるんですね。そこから乗り継ぎという形でスカイチーム系の航空会社を利用しているんですけれども、どうもそうだと効率もあんまり良くないですよね。で、注目したのがスターアライアンス系の航空会社です。今僕はプライオリティパスを利用してアスパイアラウンジというところにいるんですけれども、千葉のラルナカ空港にはエーゲ航空ラウンジというものがあります。僕は残念ながら今回は LOT ポーランド航空というスターアライアンス系の航空会社を利用するにもかかわらず、スターアライアンス系のゴールド会員資格を持っておらず、プライオリティパスを利用しているためにこちら側のラウンジにおります。将来的にはスターアライアンス系の航空会社のゴールドステータスもゲットしまして、今いるラウンジとは別の風景から放送できる日が来るかもしれませんね。今回は待ち時間が結構あるので、どちらかというと空港に滞在していることが多くて、現地滞在時間というのが極端に短い、本当に飛行機に乗るだけの旅行というような予定となっております。僕って飛行機に乗ってる時とか空港の雰囲気、またはラウンジでのんびりしてる時、全体的に
空港だったり飛行機の中の雰囲気が大好きなので、移動していたとしてもそれが癒しなんですよね。なのでマイレージ修行、まあ、修行って言ったらなんか大変なことをやっているみたいなイメージなんですけれども、まあ、僕は楽しんでやってますね。マイレージポイントやステータスが貯まることによって旅がどんどん快適になってきますので、まあ、航空会社の策略にはまってしまっているといえばそうなんですけれども、まあ、自分自身も気持ちよく旅行をできているかなと思っておりますので、今後もマイレージ修行は楽しくやっていけたらなと思っております。今回の旅行なんですけれども、こうして4年に一度しかやってこない2月29日に旅行できて、こんな珍しい日付のスタンプがもらえて満足しているところではあるんですが、2点ちょっと今回の旅行は失敗したのかなとすでに思っているところがあります。それは今僕が住んでいるレメソスの町ではカーニバル期間中なんですよね。3月の1日日曜日までがカーニバル開催期間ということなんですが、僕は2月29日のフライトは去年の結構早い段階で抑えてしまっていたので、カーニバルのことが全く頭になかったんですよね。それで先日動画でも紹介させていただきましたが、僕はパレードを見て非常に満足していたんですけれども、ギリシャ語学校のクラスメートや今お世話になっている会社の同僚から、あれそれってキッズパレードじゃないのっていうふうに言われて、んとなってしまったんですよね。確かに小さいお子さんや親御さんなどがメインで参加されてるなというイメージはあったんですけれども、どうやらカーニバルの本当の本当の本当のビッグイベント盛り上がるところはですね、なんと今週だったということが分かりました。それで当然そっちにも行くよねっていうふうに言われた時に、いや旅行に出かけてしまうと言ったら、っていうふうに言われてしまいました。いや僕もメインイベントが今週っていうのを聞いて、なんですけれども、まあそこはしょうがないですよね。結構早い段階から予約をしてしまっていたので、それが僕がああやってしまったかなと思った1点目ですね。2点目は今ニュースでも散々言われていますけれども、コロナウイルスの猛威がもうヨーロッパえらいことになってるということですね。もう今正直この時期に旅行するなんてっていうふうに思われていまして、このチパンラルナカ空港でも結構警戒度合いが引き上げられている状況です。でチパンに関してはこれまで何人かこちらに永住権をお持ちの中国籍の方々が疑われたというケースはあったんですけれども、結局反応としては陰性だったということで、これまでコロナウイルス騒ぎっていうのは他の国々に比べるともうほとんどないというような状況だったんですよね。またギリシャ語学校の先生もおっしゃっていたんですが、チパンの方々は本当にのんびりした方が多いので、中国で発生したというニュースを見ると、あ、もう私たちからは遠い国で起こったことだから関係ないわみたいな、なんかそういう考え方の方々が多いというふうに聞いたんですが、もう今は近くのヨーロッパ諸国でも感染者が確認されたということで、もう他人事ではないというような状況にいよいよ来たというところですね。
今回一番を出国したんですけれども、僕は無事に2日後に帰ってこれるのかどうか、そして会社にも出社できるのかどうかというところですね。さあどうなるんでしょうか。まあ、僕は悪運が強いので、まあ、どうにかこうにか切り抜けられるんじゃないかなという自信は若干あるんですけれども、まあなった時はなった時、トラブルも起こる時は起こりますからね。結構前から今回の旅行のチケットは購入していたので、そのままキャンセルもせずに旅行に出かけることにいたしました。そういえば昔僕が東京で旅行代理店勤務だった頃に、中国発祥で SARS というものが流行したかと思いますが、その時の騒ぎもかなり大打撃を受けたかと思いましたが、僕の記憶も若干曖昧ではあるんですけれども、そんなに長く続かなかったんじゃないかなというふうな記憶があります。というのが、僕が旅行代理店で勤務をしていた時は、ニュースで大きく報道された時はもう本当に毎日予約をしてくださっていたお客様からのキャンセルの連絡であったり、とにかくキャンセルに関するようなお問い合わせばっかりの電話が鳴り止まなくて大変だったっていう記憶があるんですけれども、そんな時でも旅行に行きたいって思われる方も中にはいらっしゃって、なんか今こういう騒ぎなんでチケット代安くなったりしませんかっていうのを問い合わせもちらほらありの、でもどちらかというと、まあ、そういう方っていうのは少ない方で、キャンセルの問い合わせばかり で旅行代理店勤務の時はお客様が出国して無事に帰ってきていただいて成績になるっていうような仕事だったので、キャンセルをされるともう本当に全然お給料が稼げないんですよね。でその時は本当に給料がもう底値になったように記憶しているんですけれども、その底値だった時期がそんな何ヶ月も続いたっていうような記憶はないんですよね。というのが、底値がもう何回も続いてしまうと、もう僕はその当時東京で生活していけなかったでしょうから、おそらく最大で2ヶ月ぐらいとか、そんな感じじゃなかったかなと記憶しています。なので今回のコロナウイルス騒ぎも早く収束することを願っております。そしてこのコロナウイルスという言葉が今はもうとてもホットな話題になっていますけれども、まあ、SARS のように、あ、そんなことも以前あったなと思われるような過去のものに早くなればいいなと願っております。今回はこんな時期に旅行を決行したということで、乗り継ぎ地の空港の様子であったり、自分自身が見て感じた感想等を放送できたらなと思っております。といろいろ語りましたが、今回の旅の動画はまだまだこれからも続きます。続きの動画も随時アップしてまいりますので、そちらもご覧いただけますと嬉しいです。それではタレメ、一度失礼します。